はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと前にね、動画でお話したんですけど、オンリーアップをね、買ったんですよ。安かったんで、1050円ぐらいだったんでね。で、スチームのフレンドになってる人はね、わかってると思う、知ってるかもしれないですけど、もうね、すでにね、11時間、12時間ぐらいプレイしてるんですけど、未だにゴールしたことないですね、私ね。これ、やってて思ったんだけど、これちょっと私は無理かもしれないですね、性格的に。性格的にというか技術的にね、ちょうど無理なんじゃないかなと。もう諦めかけておりますね。はい。何が無理なのかっていうとね、こう、毎回ね、まあその、なんていうのかな、技術的な面ももちろんあるんですけど、キャラコン下手くそだっていうのはもちろんあるんですけど、なんかね、慎重さが足りないというか、ね、なんかボンミスで結局落ちるんだよね、なんかね。どんなに行っても結局ね、ボンミスでポン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 落ちてしまって、で先に進めないの。で、自分の苦手なところはさ、大体分かってきたんで、こういうとことかね、苦手なところは分かってきたんで、まあ苦手なところはこう慎重にね、行けるんですよ慎重に行こうと思えばね。でもね、その全然何もね、問題ないところでね、本当のボンミスでポロポロ落ちるんだよね。そんなとこで落ちるみたいな。ジャンプしなきゃいけないところでジャンプできなくてそのまま落ちるとか。そういうのをね、そういうのを延々繰り返すんだよね、本当にね。だからね、こう、性格的にちょっと無理かもしれないというふうに今思い始めております。はい。思い始めてるんですが、まあ、せっかく買ったんで、せっかく買ったんでね、まあ、一応動画には残しておこうかなと。いう感じで今動画を撮ってます。これメンバー限定公開になるかもしれない。はい。でですね。まあ、どこまで行けるかっていうと、風車のところまでは、まあ、大体行けるんですよ。めちゃめちゃ前半じゃないかって言われそうですけど、風車のところでね、まずね、自分じゃ制御できないというか、そこ確率なんですよね。そこはね、自分の全力を出してもね、確率で落ちるんですよね。で、風車の先の、高速道路のところまでは行ったことあるんですけど、そっから先ね、もう行けない。そっから先行ったことないんですよね。で、いろんな配信をさ、見てるんで、別に調べたわけでもなく、これゲーム買う前から、いろんな配信者の方がやってるのを見てたんで、なんかある程度知ってるんですよ。こう言ったら、ここでショートカットできるとか、こう言ったらなんか安全に行けるとかね。知ってるんですけど、知ってるんだけど、それが結局できないんだよね。なんでみんなそんな簡単にできるのとか思ってね。本当にね、すごいなと思う、皆さん。自分はね、どうやってもなんかやっぱどっかで絶対ミスをするというか、まあせっかくなのでね、動画にしようかなと、思ってこれ撮ってるんですけど、どこまでいけるでしょうね。本当にね、何、RTA とかもさ、誰かが見てるのを一緒に見たんですけど、20分とかでクリアする人いるんですけど、もうね、神業ですよね。神業です。なんで、そんなことが、たまたまね、何回もやって、たまたま成功するっていうレベルだったら、ゴールできないんですよね、結局ね。そういう場面が何箇所もあるから、だから完璧にできる人じゃないと、本当にね、8割、9割の確率で成功するところまでの技術がないと多分ね、RTA なんかできないんですけど、すごいね、みんな、マジですごいと思うわ。で、これやってて思うのは、同じ操作っていうかね、その毎回ね、この場面ではこういうことをするっていうのを、毎回きっちり同じようにできないとダメなんですよね。それがね、それができないんだ、私。はい。なんだろう、性格的な問題なのかもしれないけどね。これ車で、昔ね、昔、車が大好きで、私ね、走り屋だったんですけど、
車でねサーキット走ってた時も思ったんですよね。その毎回ね同じようにできないんですよね。やろうとはしてるんですけど、やろうとはしてるんですけどね、だ精度が悪いっていうのかな、なんか操作の危ねえ。これこう本当は飛んでもいけるんだけどね、これね精度がねその悪い、精度が高められない。性格的なものなのか身体的な理由なのかわからんけど、うん、ちなみにここベッドでね、ベッドで飛んでいくこともできるんですけど、何回もチャレンジしたんですけどね、ベッドで飛んでいくのはね成功したことが1回しかない。多分ね成功率ね 3% ぐらい、うん、だからもうそれはやらない方がいいんだなと思いました、はい、なので私も普通にもう登っていくんですけど、こっちの方が成功率ははるかに高いね。まあめんどくさいんだけどね、あの距離が長いからね、こうやっていくと。ただ成功率で言うとこっちの方が高い。でこういうさ、なんか見た目ちょっと難しそうに見えるところではあんまりミスしないんですよ。こういうねジャンプのところとかさ、なんか結構初めて来た人はさ、うわここ飛ぶのみたいな感じで結構ビビるんですけど、こういうところではねあんまりミスらないんだよね。でね、どうでもいいね、そんなとこで失敗するみたいなところでいつもミスるんだよね。でもそれはねもう治らない、多分性格的な問題だな。性格的な問題ですわそこは。こういうさ、なんかいかにもなんか飛ぶの難しそうなところではミスらないんですけどねえ。なんか行き方がね、多分ねルートがねいろんな人と違うと思うんですけど、これはやっぱりね何回かやった経験上ね、こう自分が一番確率の行ける確率の高いルートを選んでおります、はい。ね、よいしょ、はい。でここはねベッドで飛ぶんですけど、みんながやってるようにね、ここベッドで飛ぶんですけど、この先もう一個ベッドあるんですけど、ここはそこはね使わないです。なぜかというとなんか落ちるから。なぜか落ちるから。でここは別にこう飛んでいってもそんなに難しくないんで、こっち行った方が私的には勝率が高い。私的にはね、でこの辺はもう本当に何でもないところなんですけど、こういう何でもないところで意外と落ちるのが私なんですよ。本当にな、油断するんですかねあれね、油断しちゃうのかな、なんかね、こんなとこで落ちるっていうことばっかなんだよね。本当に、あとねこの先に風車があるんですけど、風車の方に行くんですけど、私いつもあのドローンに乗ってね、風車のところがね結構確率なんだよね、これ確率がねあんまりよろしくない。よろしくないんだけど、あそこの制御がめっちゃ難しいから、基本的にはここね、これドローンに乗って飛ぶんですけど、こっからね私あの風車の足元のベッドを使いたいんですよ。羽につかまってさらに上まで飛ぶっていう手もあるんですけど、それはねできないので、ここから飛び降りてこのベッドを使いたいんですけど、ああいけたいけた、ここのねあの落下のさ制御がめっちゃむずくてさ、ここ成功する確率ね5割ぐらいです。5割ぐらい。毎回同じように飛べない、同じようにやってるつもりなんだけどできないんだよね本当にね。まあ技術的な問題なんだろうね多分ね、よいしょ。技術的な問題だ、だからみんな本当すごいなと思って、なんかねえ、港アクアさんとか30、32分だっけかなんかでゴールしてたでしょ。すごいなと思って、あの人。最初もなんだっけな、7時間ぐらいだっけ ?6 時間ぐらいだっけでクリアしてんだよね。私もう11時間やってるけどね、真ん中くらいましか行ったことないです。いや、みんなすごいね。だ釈迦さんとかさ、5時間かからずに、クリアしてんだよねあの人、初見からね、初見の状態がすごいなと思って、やっぱプロゲーマー、まあもう釈迦さん元だけど今は違うけどね、プロゲーマーってやっぱすげえんだなと思いますね本当にね、尊敬するわ。尊敬するマジで。
でこうやって見るとさ、え、奥野さん意外とうまいじゃんって思うかもしれないけど、うん、この辺はね反復練習めちゃくちゃやってるから反復練習というかね、うん、反復したくないのに無理やり反復練習をさせられてるので、だからね、まあ、この辺はこういうのはね割とスムーズにいけるかもしれないんですけどね、え、ここもちょっと俺ルートよくわかんないんだけど、俺こっち行くんですけど、ルートがねよくわかんない、どこに行くのが正解なのか、よいしょ、あ、やっぱり落ちちゃった。今のもねだから走らなきゃ落ちないんですけど、走るから落ちるんで、なんかそういうのがね多い、なんかボンミスが多いんだよね、ここね、よいしょよいしょはい、ということで、まあ運が良ければこの辺までは来れるとここまで来るのもね運なんだよね。でここにベッドがあるんで、まあこれボヨーンって行くんですけど、これうまくやれば上の屋根まで行けるのかな、その辺もよく分かってないあんまり。はい、だいぶいい線まで来たよ、だいぶいいとこまで来たよこれとりあえず一回落ちたらねやめようかなと思ってます、この動画の方はね。あ、落ちた、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと待って、どこに乗ってんのお前、危ない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 。そう、今のもさ、なんか別にあんなの落ちるところじゃないんだけど、ちょっとしたほんと操作のミスなんだよね、ちょっとね、飛びすぎとかさ、ここね、これで合ってんのか、俺、ルート合ってんのか知らないんだけど、これね、これね、向こうの3個目のドラム缶に乗りたいんだよね、俺。ここに、あ、乗れた乗れた、OK。OK、OK、OK。OK、OK。で、ここもよくわからないけど、この看板に乗って私行くんですけど、合ってんのかな合ってんですかね、これね。これはここ。こう飛んでいく。はい。で、ここ。ここも飛ぶ、普通に。あ、怖。ここ飛ぶのめっちゃ怖いんだよね。なんか滑りそうでさ。あ、間違えた。そっちじゃなかった。向こうに飛ばなきゃいけないんだよね。これいつも間違えるんだよね、ここね。下まで行っちゃうかな。あ、この位置は下まで行くかもしんないね。はい。ということで、今回の動画はこの辺で終わりになります。はい。いや、下まで落ちた。もう本当に下まで落ちた。はい。はい。ということで、何分ぐらい ?13 分ぐらいか。はい。またね、上手になったら動画出すかもしれません。はい。その時はぜひ見てください。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。こんなのを11時間もやってる。大川さんでございました。またね。Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes.